さあやっていきましょう。もしも清宮が4番でスタメン固定され続けたらシリーズの、今回ね56回目ですね。6月に入りました。6月の、2週目かな。宣言通り月曜日に上げるつもりでしたが1日遅れたわけじゃ数時間遅れた月曜日に数時間遅れた。絶好調磯部守備の素質高い。へえ、まあ、特にこうこれといってすることはないですが2週間分ぐらいまた進めまして、で試合見て終わりということにしましょう。まあ、最近のねプロ野球の事情とかもねちょこちょこ喋っていきながら、まあ、毎回そういう風な感じでやってますよねやってますよね。ガンちゃんをなぜガンちゃんを、どうしよう。ガンちゃんスローカーブをちょっとフォークどっち、スローカーブ、フォーク、スローカーブにしよう。あとはいいでしょう。あとは野口を調子絶好調、野口こっちだよ。野口絶好調なのになぜか休ませてる。あーどうしようかな。守備だな。もうさすがにこれ以上打撃に期待してもしょうがないから、いや打撃守備だな。まあ相川がね控えてるからね。あと野口は多少バッティングの方で残していってもいい気もするかな。どっちなんでしょうね。なんなら まあ一人上げたままなんで、上げたばかりなのでちょっとまだこの一人のステータスを見てどう思います。どこを上げるべきだと思います。これ明らかやばいのは高打力なんだけど、コーダ上がんのかなって思うよね。でもまあコーダかな。このヤバすぎるコーダを多少なりとも、せっかく打撃に定評のあるコーチがね、土井正弘がコーチなんでね、まあこんなもんでしょうね。これでまあ2週間戦っていきます。ちょっと待って、こっちもね島田に総力トレーニング、これがどう出るか。いや総力でいいや。足速くならないタイプだと思うけどね島田はね。まあ練習をしっかりやっていきましょう。まあ水とも半年後とかになったら成果がビシッと出てるでしょ。特になんか変えることはなかったよね。前回ある程度やってから終わったんだっけかな、覚えてないけど。さあ誰を投げさすかな。犠牲者みたいなのもいないからな。関根と岩本をまあ、あれかな。2枚看板として、バシバシ投げてもらおうかな。関根と岩本。で、その合間をこう、若手で繋いでいくと。まあ、ちょっとこの焼き付くのこのシステムおかしいよね。ここは。だって、ワンカードに1回ずつぐらい、毎カード出れるもんね。休ませたらね。だから1週間に中6日とかじゃなくて、中3日とかで、中3日4日でずっと投げてて、おお !1 億6千万円 !1 億6千万円これはちょっと迷う金額だな、1億6千万円。1億6千万あったら、普通にいい外国人、よくもなくとも、犠牲となる外国人を取ってきてもいいぐらいだよ。ね。カープ誰だろうな、森笠あたりかな。東でくれるの、磯部で東でをくれるの、それは欲しい。磯部で東でをくれるの、磯部で東でをくれるの、迷うなこれはこれは迷うな。東では普通くれんぞ。磯部がいなくなったら相川一本だな。まあ、別に相川でいいんだよね。相川と磯部同い年、相川の方が若いよね。これは迷うな。受けます。はい。東で獲得。いいんかな。うちのショートは田中健介。オンリーみたいなところあるから田中健介のバックアップにも使えるが、
何気に長打 C なのね。だからこうだ、選球眼 D がちょっとネックかなって感じがするけど、ダイソー要因としても使えるし、うい、なんか、あっ愛の無視さって言ったら、社長は真剣に選手のことを考えてくれるものだと思っていましたが、とんだ思い違いでした。信じていた私はバカでしたよ。やべえな、ときメモで言うところの爆弾が爆発している。そして桜井も倦怠感が出ている。辛いことが多すぎる。なんとかならないでしょうか。そうね、自分で乗り換えないと先は進めないぞ。突き放す、突き放していく。ちょっとちょっとまた一人外人入ってないか。何しろまずや、ちょっとマルチタスク感出てきた。まず今見た、一瞬見えた芝生の修理をしていきたい。29試合になってたから、これを修理していく。でも常にコンディションを高めていく。オーロラビジョンなら変えないな。ああ、大型ビジョン、大型ビジョン、オーロラビジョン、大型ビジョン。で、できたら、一周後半なんでまだ。できたら、獲得したい。外国人の一人や二人。外国人、投手なんだよな、一番はな。でもこう見て、まあ、ろくなのはいないわ。こう見て。これが今入ったかな。だから、王牽制取るか。この中で言えば、キャッチャー王。まあ、30歳。相川、野口の間をつなぐ選手として、王をちょっと取ります。1億8000万円。まあ、トレードの駒にも使えるかもしれないっていうところで。取りました。よかったかな。ちょっとね、ステータスに惚れ込んでた。王健生。し、あ、いや、まあ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 、まあ、うん？うん？C だな。オール C だな。で、新人を、ちょっと、キャッチャーの若いのが欲しいなって今思ってきたんで、キャッチャーをちょっとキャッチャーしていきます。はい、中断。関東で、キャッチャー、捕手を欲しいなし。まあ、疲れ知らず、何でも打ち返す、ホームラン量産の、まあ、これぐらいで。足はいらないからね、キャッチャーにはね。いいキャッチャー欲しいですね。さあ、これで、やるべきことはやったかなというところで。やるべきことはやったかなと。で、グラウンドの作戦室で、野手が1人入ったんで、1人、2軍に降格だね。誰を下ろすかと。守備の素質は高そう。守備の素質高くてもね、残念ながらあれなんだよね。守備の素質を高めるだけのあれがない。石本か東出かだけど、まあ年俸見よう。3400万円、1800万円、赤だ、700万円。年俸的にはちょっと東出が、でも人気的には東出の方が上だな。外野？内野が多い。ショート2人、セカンド2人、サード2人。外野、石本、平下を下ろす。平下なら王の打撃でカバーできる。ちょっと迷いますね。ちょっと迷いますね。今、平下を下ろしたけど、まあ、東出の選球眼が悪かったんで、これを、まあ、C ぐらいまでまずは上げるっていうのを練習念頭に置いてやっていこうかな。まあ、守備そこまでまだこの時点で良くないけど、まあ、コーチがね、いい守備を教えるのが上手いコーチが来たら、ガンと上げるつもりなんで、まずは今はコーチの練習に合わせて、高打力を上げていきます。さあ、この王牽制どうしていくかだな。長打が伸びるタイプなんで、まあ、まずは長打を上げていきます。確か長打が伸びるタイプだったような気がする。で、2軍に落とした、平下ですけど、走力を鍛えるよりは、イエス、
技術、技術力。いやー、パワーかな。パワーかな。足でもいいな。ちょっと王の練習だけ、王の練習だけ 見つめる。あんまり上がってないな。それと東の高打練習。まあこれはガッツリ上がるね。よしよし、オッケー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 。これ 1週後半、2週前半、2週後半までの2週間分やっていきますよ。今回は盛りだくさんだな。盛りだくさんだなとか言いながら、まあ、もう10分経っている。いや、あの動画の長さをいつもよく考え、最近よく考えていて、一つめちゃくちゃ短いやつ上げたりして、一つめちゃくちゃ短いやつを上げたりして、でやっぱ短いのがいいのかなと思ったりする。やっぱね、30分40分の動画とかになってくるとさ、見る方も疲れるわけじゃないですか。見る方も疲れるっていうか、その時間見た段階で、あ、見るのやめようって思ったりするぐらいだとは思うんですよ。わかる、その気持ち、すごいわかる。けど焼きつくはカットしたくないんじゃん。これを40分になるのが分かっていて、40分動画が時間かかるのが分かっていて、じゃあカットするかって言われると、アドバイスを、夕日に向かって走っとけ。まあ誰も見つけてないね。進める、カットするっていうか、前後編に分けるとかやり方はあると思うけど、例えば前半パートと後半パートに分けて、その2週間こうやって練習してるパートと1試合分を分けて、試合の分だけってあげても、試合の方がちょっとわざわざ見ないよね。なんなら試合ってこうコンテンツとしてわざわざダラダラ見るもんでもないのかなと思ったり、雑談に近いものがあるから、試合中継はやるべきやらんべきかって考えたりするけど、合わせて20分ぐらいに収めたい。本心は試合も含めて20分ぐらいに収めたい。これがね、毎回やりたいなと思いながらできてないことですね。清宮、そう、清宮がですね、栗山監督になんかワクワクしないとかって言われて、なんか微妙な反応された。ワクワクしないとか言われてほしい。また一人外人見つけてきたな。今年すげえな。今年スカウトが絶好調ですわ。どんどん次から次へと。誰だ、誰が入った、なんとなくこのロジャーが入ってる気がする。ロジャーが入った気がする。そうでしょ、ロジャー。あー、31歳はまあ悪くないね。緩急のピッチングに素質、スピードボールを投げる、決め球と言えない SFF。 次回までに調べておきます。次回までにロジャーについて、もしもよければ撮ります。まあ練習を見なくていいね。よし、進めていきましょう。これでやったら試合だな。さあ、清宮のこととかね、いや、まあ最近のハムの事情、それからプロ野球の最近の事情みたいな、練習試合事情とかね、喋っていきたいんで、試合中に話していきましょう。その辺は試合が始まったら言っていく。いやー、強いな。で、最後ガンちゃんでバシッと締めるって。いや、めちゃめちゃ調子良くない？今年、特にこの清水が6勝1敗。防御率で言えばこの関根の防御率 2.70 が光りまくってる。さあ、そしてここで、本当の真のエース、岩本、出させていきましょう。ソフトバンク戦、大栄、ホークス戦は久しぶりだね。大栄ホークスです、この頃は。ホークス戦久しぶりですね。西、セカンド西、村松。ラインナップを見ながら行っていきましょう。ピッチャー誰なんだ、星野、順次、城島、松中、西、小久保、井口がショートだ、村松、それから柴原と大越だね。イエーイ。ちょっとなんか体が左に行くとこう画面にこう被るみたいな微妙な位置を位置取りしてますね。で、今日は、まあ、最初の立ち上がりで点入れてほしいな。まあ、清宮の打席に注目していこう。
出塁しないね。じゃあ先頭バッター清宮からか。こうしてみるとソフトバンクって言いがち。ホークスあれだね、左バッターが多いね。先頭上位打線に左バッターが多い。さあ絶好調の清宮打席に入ります。打率2割1分6厘。快音を残した打球はセンターを起こそい、センターをバーン二塁へのツーベースですね。二塁へしっかり走ってきましたね。さあ試合はあちょっとおバンドの調子に陰りが見えてきてるかもしれない。稲葉2割1分6厘。正直稲葉はハムの、まあ近年のハムの後継者だから入れてはいるけど外したい守備いまいちだし長打はあるけど、あでもこういう選手って OPS が高かったりするのかな。打率が2割1分6厘じゃん。でもまあホームランは結構打ってるし打点も稼いでるし長打は出てるのかもしれない。あともしかしたら出塁率塁に出てる可能性はあるよね。ああもう金子誠、地味に金子誠が良くなっている。金子誠の 次の代が赤田になるだろうから、いつまで金子を引っ張れるかだね。金子と赤田が2人いるんだったら2人を併用しながら調子いい方を出していくみたいなこととか、片方を使わないことによってワンシーズンとか使わないことによって成績を抑えて年俸成績を抑えることによって年俸を抑えるみたいな濃すぎてもありかなと思った。あーはい。で今回ね面白いもの用意してきたんです。はい、ベベンデレーン。もう試合にかぶっちゃって見えにくいですけど、ここだけ見てみる。どっちを見たい、どっちが見たい、どう見たい。これあれですね、あれ6月2日から始まったプロ野球の、練習試合の結果をまとめてみました。上はというか得点ですね、この間の得点、それから勝敗、こうやって見ております。あと下の方に失点率もありますね。上から見ていくと得点はこれ良くないな。なぜならば点が入っているハムに得点が入っている。これぐらい小さくしようか、これぐらい小さくしようか。顔が被る、もうちょっと小さくしよう。あ、もう小さすぎるな。ダメだゲーム実況しながら野球雑談しようかなと思ったけど、これ被るのがちょっともう心苦しい。ここ隠すのも嫌だしな。ここがベストか。わちゃわちゃしてる。こうしてみるとですね、まあ練習試合始まって、まあ阪神がめちゃくちゃ強いですね、今。なんか。阪神がやたら強い。ほいで、広島カープが1勝5敗で、ちょっと弱っちいのと、ハムも正直、得失点で見ても、勝敗で見ても、良くないのかなと。勝ちきれないっていう3分けを含んで1勝しかしてないっていうところ。この2球だ。まあ、ヤクルトとかもね、よくはないけどね、28得点の28失点だから、まあそこはまあ、得失点で言えば、まあそこまで心配しなくていいのかなと思ったりもしますけども、こんな感じでございます。まあ、得点で見ると一番多いのは、この36得点の楽天がトップで、失点で見ると一番、これ矢印も見えてなかったね。得点が多いのは楽天。失点が一番多いのは、44失点の中日というふうになっております。はい、まあ、こうやってねプロ野球のねあのなんか情報をまとめてあの動画中で試合中で話していこうかと思ったんですけども、その目論見はすでに失敗したと言ってもいい。一応上に出しとくか。こういうことはできるんで、こういうことはできるんで。ちっせえな、ちっちゃい。これじゃわからんよ、誰もわからん。これじゃ小さすぎて。まあそれでも出しとくか。ここに出しとく、ここに出しとく、ここ、ここ、ここ。配信かっていうぐらい自由にやってますけど、ね、はい。今試合は3対3、まあ3対3っていうところはなんで、まだ試合がね
動いてないっていうことでしょう。で、清宮ですわ、言いたいのは。あ、ツーボールまで来たから、この回点が入るかと思ったけど、そんなことはなさそうだ。ここは流していきましょうか。野口も多分、塁に出ることはないでしょう。さあ、この辺でそろそろ岩本が疲れてきてると思うんで、スイッチ。まあ、中継ぎでしょうね。まず立山。ニーベスからの7、8、9。両打ち、両打ち、右バッターかな。じゃあ、ニーベスは、大越は右バッターか。両打ちじゃなかった。で、ウィルソン。大越は結構足早いから。ああ、よし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 。さあ、9番、田中健介からですね。ここら辺からちょっと仕掛けていきたい。若干、てか、微妙に、一塁、いいんじゃないか？ここが見えないけど。ここが見えないけど。よし、まあこれ、出したけど語れねえな。やっぱ試合見ちゃうね。で、そう、清宮のことが言いたくて、栗山監督にもちょっと心配されてるけど、試合に、練習試合に出し続けてもらってて、で、あ、ちょっと顔が動いてないな。練習試合に出し続けてもらってて、11打数1安打らしいんですよね、今。うん。で、同じその日の試合で、野村祐希、花咲徳栄だったかな。ちょっと間違えたかもしれないですけど。ね、同時期に入って野村の方が、1本ホームラン打ったんかな、1本1盗塁とか、まあ、この間の成績が5打数2安打、1本1盗塁ということで、野村の方がね、ちょっと、野村にはワクワクするって言ってるんだけど、清宮に対しては、最近あまりワクワクがないみたいな、この発言があるんですよね。不穏なこと言ってるんですよね。打球になんかワクワク感がないらしい、清宮。まあ、ちょっとわからんでもないっていうところはある。期待の裏返し的なことを栗山監督よく言うんだけど、大谷の時とかも結構辛口なこと言ってたから、それかなと思いたいとこだけど、でも、ワクワクがないよ、なかなか、なんか、かなりこう、なんつったらいいのかな、的を射てるというか、あまりに見当違いのところだったら、なんか流せるんだけど、確かに最近の清宮っていうか、清宮期待するほどじゃなかったなっていう感じがする。ここまでちょっと松坂なんで買いますね。原田投げさします。なんかな、バッティングはね、もっとこうバシャーみたいな、ガシャーみたいなさ、そういうバッティングじゃないんだよな。行儀がいいんだよ、清宮のバッティングは。荒々しさがね、やっぱその小笠原とか見てるからさ、小笠原道弘とか見てるからさ、左バッターでもさ、まあ、例えば今だったら吉田とかさ、オリックスの吉田正尚とかさ、ああいうなんかこう左バッターでも振り回すタイプの選手っているわけじゃない。清宮はその持ち前の長打力があって、あー、やっぱ入ったか、もう終わった。この試合も終わりました。お疲れ様でした。7点、変えにはいけんかったな、原田をな。松中に打たれた時点で原田を、そのまま左ピッ、これは完全に作戦ミスです。ピッチャー変えすぎと言われても仕方がないぐらい変えてますね。どこまで走るか、清宮のバッティングか。なんかね、そのワクワクしないっていうのは分かる。それはやっぱり高校野球の時には100本打ってるけど、そのバッティングで来ちゃってるって感じがするよね、プロでもね。そういうところにこう思い切り振らなくてもホームラン打ててたっていうアマチュア時代がの幻影があるから、プロに入ってもまあその、軽く打ってもホームランになるんだけどね、清宮ぐらいだとね。結構実際飛ばしてるのは飛ばしてるんだけど、
ワクワクする打球じゃないってのはわかる。あと、なんかこう、バッティングを見てると、清宮はね、積極的じゃない感じです。見ていく感じ。現役時代の、今も現役だけど、鳥谷とかのバッティングに近いようなね、しっかり見て、で、高級ヒッターみたいな感じの、感じがある。何が何でもヒット打つという感じじゃないというかね。これホームランじゃないか。ああ、そうはいかんか。そうは問屋がおるさ。いや、全然清宮活躍しないな。さあ、入ったばかりの東出をダイソーとして使います。今現時点で東出の役割は、まあ、ダイソー要員かな。これは完全に意味がわからない。これは。監督変えるかな。監督を走らせすぎないよ。やっぱり なすすめなし。敗北ちょっと最近いい試合を見せれてないですねいい試合っていうか負け試合が増えてる、見せれるところで。でもまあトータルで言うとこの2週間は結構勝ってたと思うけどね。あのゲーム差はあんまり縮まってないな。興味はね、頑張ってほしいですけどね。まあ、まだまだプロ野球開幕までは時間があります。練習試合を続けていくことでしょう。巨人のね、坂本と大城の2人がコロナ陽性が美容性だかなんだかで、次の日に陰性だかなんだかで、まあ、そんなこともありますけども、プロ野球は全試合の PCR 検査をするらしいですね。まあ、それでまたどういう具合になってくるのかってとこでしょうね。そこで陽性者が出たらまたその人たちを隔離して、2週間ぐらい隔離してみたいなことしていると、またずるずると開幕がどうなのかなって思ったりするけど、まあそれも含めてだと思うね。そういう人たちを無理やりに陽性じゃない、陽性だけどギリ陽性みたいな感じで隔離期間を、まあ即日でも大丈夫でしょうみたいなことをやらずに、まあ2週間の2軍生活みたいな気持ちでね、そういう感じでちゃんとそういう風なシーズンと思ってね、コロナになったら試合には出れないみたいな、そんな風なしっかりルール付けすればね、まあ感染さえしなければ、広く感染さえしなければ試合は できるんじゃないかなと思ったね。 OB やんけ。第5武雄、これは OB だよね、この人はね。ロッテ、ほぼロッテの支柱に収まっとる、やばい。世間話から入ります。力強いというかあっさりしてるというか、悪い気はしませんけどねって、何だったっけ何だったっけ。欲しいな、これは欲しいな。あまあ清宮の話はまあこれぐらいかな。あまりこう中身のない話をしてしまったけど、はい、今日はこんなところですね。個人的には今ね、万波に注目してる。日ハムちょっと弱いけどね、若手が育ってきてるんでね、そこを楽しみにして、まあ、練習試合積み重ねていってプロ野球開幕してほしいですね。開幕して、まあ、コロナだからといってこう半端な微妙な判断下さずに、そこはしっかりと隔離するものは隔離するし、出せない選手は出せない、だけどちゃんと検査すればコロナにかかってない人たちも炙り出せるから、その人たちをしっかりこう試合に出していって、ゲームを成立させていって試合が見たいですね。ということで、じゃあまあ今日はこんなところです。ほんなまた。